3の舞台で再び対戦することになったこの両チーム。さあ果たしてどちらが勝利するでしょうか。両チームの選手がピッチに姿を現しました。昨シーズンは J3 参入初シーズンながら3位というデリバジャーの宮崎でした。シュート放っていったゴールポスト、鋭いシュートが飛んでいきました。中で受けた、中に入ってきていました岩渕です。岩渕は非常にこのパセド狙った、シュート決まった、ゴール、ヘディングシュートが決まりました。家泉でしょうか、見事なヘディング、いやこれはノーゴール、オフサイドになりました、失礼しました。裏に通せるか、有馬が走り込んでクロス、シュートに行った、決まった、谷村岩城先生、後半投入の有馬のクロス、中でスルーがあって走り込んできたのは17番の谷村です。素晴らしいゴールが決まりました。前抜けていく、スルーパスが通ればチャンス、シュート決まりました、得点はいわき2点目、ゴール見せました。背番号10番、いわきの10番、有馬幸太郎大胆に入れてきました。サイドバック上がって奥間、左足があります、エリア内3人だ、1つ戻してインサイドハーフの位置から徳永、面白いところ、ボレーシュート、いい展開攻撃を見せました宮崎。少しパスがずれた、ここで試合終了です。勝ちましたのはホームチームいわき FC2 対0、最後まで走り切りました、その持ち味。